さあこれよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。攻守方向変わり、琉球相手陣9ヤードからセカンドアンド2ゴールで試合再開です。パス不成功、パス不成功の判定です。ここで琉球一気にタッチダウンになりました。中央へ切れ込んだワイドレシーバー29番にパスを投じましたが、29番キャッチできずパス不成功に終わっております。現在鶴見緑地は雨が降っております。琉球サードアンドゴール、残り9ヤード。インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック7番スナップミスをジャッグルしましたが、リカバーしなんとかそのパスを投じました。しかしこのパスを取りましたのはアイランズ44番、44番のインターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権はクラブアイランズとなりました。見事値千金のインターセプトを決めましたのはクラブアイランズ44番の堀田、京都大学出身のプレイヤーです。名門京都大学ギャングスターズのその勇姿がここで披露されました。さあ攻撃権を奪い返したクラブアイランズ、ボールオン自陣10ヤードからのファーストダウン10。ここでアイランズ後半1回目のタイムアウトを取ります。非常に厳しい状況でしたが、アイランズ堀田のインターセプトによって状況を打開することに成功しました。その攻撃開始という状況でしたが、まず一旦ここで攻撃チーム作戦を立て直すタイムアウトを入れます。この配信は X2WEST、X3WEST 全19チームの合同企画によって実現しております。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブアイランズ自陣10ヤードからのファーストダウン。パス成功。クォーターバック11番右に展開したワイドレシーバー85番にパスを通し、85番ディフェンス殺到する中、約1ヤードから2ヤードのゲインとしています。タフなキャッチを決めましたのはアイランズ85番の寺崎でした。大阪体育大学出身。クラブアイランズセカンドダウン8。パス不成功。今度は左に展開した85番へのヒッチパスでした。キャッチアンドランを図るバブルスクリーンのようなパスでしたが、このパスキャッチできずパス不成功となっています。クラブアイランズサーダン8の状況に変わります。さあこの8ヤードの攻防を注目です。成功、ナイスディフェンス。クォーターバック11番左にカールアウトパターンでカールに入ってきた81番にパスを投じました。しかしこれは琉球見事にパスカバーしパス不成功としています。
カールアウトは外のレシーバーが内側に巻くように入り、その内側のレシーバーが外に出る形に交錯することによって相手ディフェンスのマンツーマン、そしてゾーンカバーの隙間を狙うという古来より伝わっておりますアメリカンフットボールのパスパターンの一つです。クラブアイランズフォースダウン8、このパントによりまして琉球陣42ヤード付近で攻守交代となります。琉球攻撃権を取り返す形になりました。しかしアイランズも陣地挽回を図る形になっております。さあ攻撃権琉球に変わりましたが、先ほど攻撃をタッチダウンに結びつけられませんでした。その攻撃シリーズ、ここで挽回なるでしょうか。琉球ガーデンライオンズファーストダウン10、パス成功。クォーターバック7番、内側に入り込んできた14番にパス、タックル受けながら14番見事にキャッチしまして約6ヤードのゲインとしています。14番は草開き大阪工業大学出身。琉球セカンダウン、セカンダウン4、ボールオンは自陣49ヤード。パスは成功、しかしナイスパスカバー。右に展開しました14番にパスを投じ、キャッチアンドラン図らんというところでしたが、これはアイランズ25番がカバーしておりまして、ゲインは2ヤードほどにとどめております。素晴らしい対応をしましたのはアイランズ25番の米澤でした。鳥取大学出身。さあサードダウン2の攻防です。相手陣49ヤードから琉球サードダウン2、琉球ファースター。クォーターバック7番、5ワイドエンプティーのフォーメーションでパスと見せかけ自らキープ、左オフタックルを突破しまして攻撃権更新です。琉球ファースター、鮮やかに相手の裏をつきまして攻撃権更新果たしましたのは琉球クォーターバック7番の藤原でした。千葉商科大学出身。琉球相手陣46ヤードからのファーストダウン10、パス不成功、パス不成功です。ここでパスプレーを挟みました。左に展開したワイドレシーバー29番にフックパターンのパスを投じましたが、29番キャッチミスしましてパス不成功となっています。現在雨足強くなってきておりまして、この辺も影響が出ている可能性があります。琉球セカンダウン10、ここでランプレーを投入します。ランニングバック33番にハンドオフしまして中央突破、33番倒れ込むように約4ヤードのゲインとしています。キャリア33番は中本、関西大学出身。琉球サーダウン6、ボールオンは相手陣43ヤード。さあクォーターバック7番ハンドオフウェイから右オープンに展開、ディフェンスとすれ違うようにゲインしていますが、攻撃権更新にはわずかに至っておりません。フォースダウンに変わります。
さあ残り1ヤードありません。インチの攻防になるようです。琉球フォースダウンインチ、ボールオン相手陣37ヤード、フォースダウンギャンブル。ここでホイッスル。琉球ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどはハードカウントを試みた模様です。オフェンスあえてコールするタイミングをずらす形で、アイランズのオフサイド、誘発するオフサイドトラップを仕掛けました。しかしこれに、アイランズ見事踏みとどまりまして、これによりましてタイムアウトを琉球取りました。非常に高度な戦術を双方駆使し始めております。この配信は X-WEST、X-WEST 全19チームの合同企画によって実現しております。さあタイムアウトとけまして、これより試合再開となります。琉球フォースダウンインチの状況での試合再開です。あやエドワーズ様、メッセージありがとうございます。みんな寒いだろうけどラストクォーター頑張りのメッセージ、チームに伝わるでしょうか。さあフォースダウンインチ、フォースダウンギャンブル。ナイスダウン、攻撃変更新ファースダウン。ランニングバック33番ハンドオフを託されまして、中央滑り込むように中央切り込みまして攻撃権更新です。琉球ファースダウン、見事ギャンブルスのランプレーを託され、その大役を果たしました。ランニングバック33番は中本、関西大学出身です。さあ琉球相手陣25ヤードに入りましてのファーストダウン点となります。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。琉球1秒プレー開始前1秒間静止する、その1秒間が確保できないままプレーを開始しました。オフェンスチームにはさまざまな縛りがあります。プレー開始前1秒前は特定の選手、モーション以外の選手は静止しなければならないなど、さまざまな条件があります。これを守らないと5ヤード抜体となります。琉球5ヤード下がってファーストダウン15、ボールオンは相手陣30ヤード。パス不成功。ここで琉球はパスプレーで中央切れ込んできたレシーバーにパスを投じましたが、これはアイランズあわやインターセプトというパスカバーにありまして、パス不成功となっています。ダウン1つ変わって琉球のセカンドダウンに変わります。琉球セカンドダウン15、ボールオンは相手陣30ヤード。さあランが出ましたが、しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーションの反則です。5ヤード抜体となります。
オフェンスのその制限の中の一つにはバックスは4人、そして最前列のラインマンは7人という縛りがあります。先ほどのフォーメーション、ラインマンが6人しかおらずバックスが5人という状態でした。不正な体型でプレーをしたという形で5ヤード抜体となります。従いまして琉球セカンドダウン20で試合再開です。パス不成功。クォーターバック7番、中央切れ込んだワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、3番足を滑らせたがパス不成功となっています。サードダウンに変わります。琉球サードアントリー、ボールオンは相手陣34ヤード。ここでホイッスル。琉球ここで後半2回目のタイムアウトを入れました。プレー定まらず制限時間内にプレーできないと判断し、ここでタイムアウトを挟みます。さあこの試合も残り時間3分20秒という状況になっておりまして、現在琉球がその攻撃を継続している状況にはありますが、サードダウン20という状況に入りました。ここで今現在琉球が後半2回目のタイムアウトを取っております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。多くの企業様、そして多くの方々、現在画面上に映し出されている様々な方々のご支援によりましてこの企画は成り立ちました。そのご厚情大変感謝申し上げます。この企画は今後も継続したいと思っております。ぜひ何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウト届けまして試合再開です。琉球サードアントリー、パス不成功です。クォーターバック7番左にロールアウトし、ワイドレシーランニングバック33番にパスを投じましたが、このパス33番ジャグルした状態になりパス不成功となっています。結果的にパス不成功となりまして琉球フォースダウンに変わります。琉球フォースアントリー、パントフォーメーション。このパントはアイランズ陣15ヤード付近でボールデッドとなりまして、この位置で攻守交代となります。クラブアイランズ残り時間2分59秒で攻撃権を得ました。スリーユー様、あと3分頑張れ琉球のメッセージありがとうございます。さあこれが琉球にとって福音となるでしょうか。クラブアイランズ自陣14ヤードからファーストアンテン。もちろんこのシリーズでクラブアイランズがタッチダウンを上げ、そしてトライフォーポイント決まりますと逆転となります。パス成功、ファースター。クォーターバック11番右からポストパターンで入りました81番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブアイランズファースター。パスを取りましたワイドレシーバー81番は
関西学院大学出身の片瀬です。クラブアイランズファーストダウン10。パス不成功。今度は外へ展開した81番へのパスでしたが、このパスはオーバースローです。アイランズセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10。ボールオンは自陣28ヤード、29ヤードです。パス不成功。今度は左にバブルスクリーンのように展開しておりました。85枚のパスを投じました。ここからキャッチアンドラン図らんというプレーでしたが、パスが失速し不成功となっています。クラブアイランズサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン10。パス成功。ファースクォーターバック7番失礼しました11番左に展開しまして、パスを投じ85番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。現在フィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。見事攻撃権更新を果たしましたのはクラブアイランズ85番の寺崎です。大阪体育大学出身のプレイヤーです。この配信は X-WEST、X-E-WEST 全19チームの合同企画によって実現しております。試合再開となります。アイランズファーストダウン10。パス不成功。ここでフラットパターンを走りました4番へのパスでしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっていますが、ここでイエローフラッグが発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っている選手は相手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤード抜体となりまして、ファーストダウンやり直しとなります。サンダーミナ様、水友様、タイロのメッセージ、このメッセージがアイラン、ゴールデンファイターズ失礼しました琉球ガーディアンライオンズのそのパワーとなることに期待しましょう。クラブアイランズファーストダウン20。パス不成功。ここでイエローフラッグが発生しています。
オフェンスのペナルティのジェスチャーが出ております。オフェンスチームにホールディングの反則がありましたが、この反則を琉球は取りません。ダウンパス失敗ですので、ダウンが進む形に選択を変えました。攻撃権を一つでも奪うという判断です。さあアイランズは突破なるでしょうか。アイランズセカンドアンドトゥエリー、インターセプト、ターンオーバー。ここでアイランズはスクリーンパスを投じ、その状況を打開を図ろうとしました。しかしこれを取りましたのは琉球ガーディアンズ77番、インターセプトによりまして攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権琉球に変わります。見事インターセプトしましたのは77番の三永、京都産業大学出身のチームのバイスキャプテンです。本来プレッシャーをかけるディフェンスラインマンがここで素晴らしい運動神経を見せまして、攻撃を奪い返す形に成功となりました。さあ琉球ファーストダウンの攻撃、パス成功、タッチダウン。ここで琉球一気にタッチダウンを狙うパスを投じました。クォーターバック7番、右奥に走り込んだワイドレシーバー21番へのロングパスで、29番へのロングパス、29番これを見事に飛びつくようにキャッチしまして、琉球タッチダウン6点獲得です。見事にキャッチしましたのは29番の中村でした。城西大学出身。そして2ポイントを狙います。琉球2ポイントコンバージョン。見事に成功、2ポイント獲得。ランプレーによりまして33番右オフタックルを駆け上がりまして2点追加し、琉球ガーディアンライオンズ20点、クラブアイランズ6点となりました。この最終盤の状況で琉球ディフェンスのビッグプレーを生かし、琉球タッチダウンを上げる形に成功しております。セリユー様、アヤ・エドワーズ様のメッセージに称されるように中村選手素晴らしいプレーを決めました。さあ琉球のキックオフで試合再開となります。さあアイランズリターンに入った。アイランズ自陣35ヤードを超えた位置からの攻撃と変わります。さあアイランズ状況は厳しくなりましたが、しかしまだ可能性がゼロとなったわけではありません。ここで反撃となるタッチダウンを狙います。クラブアイランズ自陣37ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック11番パスを投じようと下がりましたが、琉球85番のラッシュにありまして左に迂回してパスを投じました。しかしコントロール定めることができずセカンドダウンに変わっております。プレッシャーしましたのは琉球85番の、坂原ジョセフです。
黒巻ハイスクール出身の30歳のプレイヤーです。桑崎ハイスクールですね、失礼いたしました。クラブアイランズセカンダウン10、パス不成功。ここで内側切れ込んできた81番にロングパスを投じましたが、81番キャッチできずパス不成功となっています。アイランズも雨による影響が出ている模様です。クラブアイランズサーダウン10、パス不成功。なんとか打開図らんと中央切り込んだレシーバーにパスを投じましたが、パス不成功となりフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン10、プレーを敢行します。フォースダウンギャンブル、パス不成功。この4回目の攻撃パスプレーも失敗となりました。攻守交代となります。攻撃権変わりまして琉球の攻撃となります。琉球相手陣37ヤードからファーストダウン10、ランプレーを投入します。ランニバック33番、ハンドオフを受けて右オフタクロ突破し約5ヤードのゲインとしています。中で倒しているため時計が回り続けます。琉球セカンダウン5、パスでこうタッチダウン。ここで再びタッチダウンを狙うロングパスを投じました。クォーターバック7番奥に走り込んだ29番に投じまして、これを29番キャッチしエンドゾーンタッチダウン。琉球6点追加となりました。そしてトライ4ポイント2ポイントを狙います。キャッチミス、2ポイント失敗です。ここで3番ノーマークになりまして、このパスをキャッチできるかと思われましたが、このパスをキャッチできず結果的に6点止まりとなりました。琉球ガーデンライオンズ26点、クラブアイランズ6点となっております。本来ならば試合ほぼ決着という状況が見えている状況ではありますが、琉球としましてはここで少しでも華々しい形でこの試合を終わらせたいという思いでしょう。タッチダウンを狙うプレーではありました。そして見事タッチダウンを果たしております。その琉球ガーデンライオンズのキックオフで試合再開となります。
スクイブキックを蹴りまして、リターンを避ける形のキックでした。アイランズ自陣32ヤード付近で抑えております。クラブアイランズ自陣36ヤードからの攻撃です。ファーストダウン10。パス不成功。ここで右に展開したワイドレシーバー3番にパスを投じましたが、3番キャッチできずパス不成功となっています。クラブアイランズセカンドダウン10。パス成功。ファースター。クォーターバック11番、内側に切れ込んだワイドレシーバー85番にパスを通し攻撃権更新です。クラブアイランズファースター。ここでアイランズは後半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り7秒となっております。タイムアウト解けまして試合再開となります。アイランズファーストダウン10。試合時間残り7秒。パス不成功です。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスにイリーガルフォーメーションの反則がありました。5ヤード下がってファーストダウンやり直しという形になります。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、クラブアイランズ、失礼しました、琉球ガーデンライオンズ26点、クラブアイランズ6点で琉球ガーデンライオンズの勝利という形になりました。琉球見事にこの試合勝利しまして、今季初勝利を挙げる形になりました。クラブアイランズ善戦しておりましたが、惜しくもこの一戦逃しまして4敗という形になりました。しかし初勝利が見える素晴らしい攻撃も展開しておりまして、次節最終節においても期待できる試合展開でした。ナイスファイトでした。
ありがとうございます。琉球今季 X2 昇格は達さんという夢は叶いませんでしたが、しかし見事な勝利でした。最終節においてさらなる勝利積み重ねを期待したいと思います。ナイスゲームでした。雨の中多くの方々にもご覧いただきました。両チーム素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話な世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かしたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信はここで一旦終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。この後に続きます2試合も配信させていただきます。ただ残念ながらですが、この後にあります最終節第5節は私の都合で申し訳ございませんが配信はできません、会場に向かうことがかなわないため、もし最終節の結末ご注目の方々おられましたら、ぜひ会場にお越しいただき、その熱戦をご覧いただきたいと思います。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。その配信を本日実施いたしましたのは私、道楽やりさでした。機会叶いましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。はい、